ヤマトちゃんと無能先輩はさ、なんで探偵になったわけ？は？唐突だな。話に夢中になりすぎて皿を落とすなよ。意外なほど優しい手つきで、濡れた皿を拭きながらヤマトさんが言った。渋谷さんはスポンジで皿をこすりつつ鼻を鳴らす。大丈夫だって、うちはコミュ力特化の探偵、渋谷探偵ちゃんだよ。どっかのバカ鎧みたいに皿を割っちゃったりしないって。もしかして一回割った、すでに。本当にすごかったな、お前。料理では手助けできなかったから、せめて皿洗いは手伝いたく、手伝いたく。0時過ぎてんだよな、うるせえな。大声出すなバカ鎧、あんたはそっちでおとなしくテーブル拭いときな。合点承知である。破片の掃除を任せてしまって誠申し訳ない、無能殿。破片の掃除しようとしたらどんどん破片が生まれてたのかな、こいつ。気にしないでよ、掃除は得意だからね。というか、バイト先の探偵事務所のメインタスクだ。僕がいないとすぐに埃と酒瓶で埋まるからな、あの事務所。この島にいる間に、群青寺先生が掃除してくれていることを祈りながら、僕はほうきとちりとりで床の掃除を続けた。話は戻るけどさ、なんで二人は探偵になったの？皿を洗ってる間暇だし、教えてよ。俺は大した理由じゃねえよ。生まれて初めて自分より強い人に出会って、その人が探偵だったから探偵になった。それだけだ。まあ、憧れの一つってことか。ヤマトさんより強い人、どんな男性なんですか？なんで男性だと決めつけた。バーカ、女だよ女。でもその人の拳はどんなヤンキーよりもヤーさんよりも半端なくてよ、パンチ一発で惚れちまったのさ。誰？それ以来その人を超えて地上最強の探偵になるべく努力を続けているってわけだ。史上最強って、いや、目指す方向性ずれてない？地下の闘技場で戦う系の探偵になっちゃわないでよ。んで、無能先輩は？探偵への憧れは人一倍強そうだけど、何かルーツでもあるの？あの監禁事件の話？僕は誘拐監禁事件。あ、やっぱ戻ってきちゃったー。フラッシュバック。友達が目の前で殺されたことがあってね、誰かを守れるような探偵になろうと思って頑張ってきたんだ。そうだったんだ、ごめんね。重いからなこいつ。あ、いや、こっちこそ急に重い話でごめん。僕はまだ誰かを守れるような探偵じゃないから、自分を戒めるためにもルーツを言葉にしてみたんだ。オリジンは大切。ここから強くなるためにね。そう思えるだけで十分強いと思うけどね。なんかあんのかな、渋谷も。ああ、こっちの話気にしないで。ああ、大切な人を失った口の人かな、こいつも。おいおい、俺らばっかり話をさせてずりーぞ。お前のルーツも話せよ、渋谷。はい、皿洗い終了。逃げた。お話の続きはまた次回ってことで。うまい具合に逃げたな。おい、逃げんなこら。それじゃあ明日の朝は7時に食堂で集合しましょう。魔界殿が振る舞ってくれるというイギリス料理、楽しみなのである。でもイギリス料理ってなんだろうね。フィッシュ&チップス。俺が出した名前じゃねえかそれ。うなぎのゼリー寄せとか有名だよ。あまり女性が好む見た目じゃないけど。へえ、島から帰ったら調べてみようっと。その画像出した方がいい？うわー、さすがにネミーな。俺は寝る前に上でシャワーを浴びてくることにするぜ。また明日な。あ、待って、ヤマトちゃん。
うちも行くから二人で入ろう。さっき見てきたけど、二人でも余裕な広さだしさ。あの暖炉の隣の部屋だっけか。まあ順番待ちってのも面倒だしな。別に構わないぜ。そういえば美食さんと相部屋らしいけど、もともと知り合いだったわけ？おう、姉さんには昔から世話になっててな。おう、大和探偵と渋谷探偵は二人並んで2階へと続く階段を登っていった。え、目指してる相手がそれって話じゃないよな。おっと、食堂に忘れ物をしてしまったようだ。取りに行ってくるから、二人は自分の部屋に戻っていてくれ。何忘れたの？君なら大丈夫だとは思うけど、単独行動だから一応気をつけてね。もし何かあれば、探偵デバイスに連絡をください。はっはっは、それは我のセリフである。お主らのピンチにはいつでも駆けつけるから、必ず呼ぶのだぞ。うわぁ、この無能以外の4人の中に被害者出てきそう。それではまた明朝に食堂で。うん、おやすみ武装さん。じゃあ僕は2階の部屋だから、僕もここで。飛躍くん、今日は本当にいろいろとありがとう。こちらこそだよ、明日からもよろしく。あれ、どうした？無能くん目が赤いよ、大丈夫？どうしたんだろう。探偵デバイスの画面に僕を、画面に顔を映してみたけど全然わからない。充血でもしたのだろうか。きっと疲れてるんだね。今日はもうゆっくり眠るといいよ。目が赤いってどっちの目が赤い？白目が赤いのか黒い方が赤いのか。うん、そうするよ。おやすみ、飛躍くん。顔が見えんからわからんな。おやすみ、また明日。飛躍くんと別れてホームズさんが泊まるはずだったという1階の客室へと向かった。なんか荷物置いてたりすんのかな。エントランスホールを出て廊下を抜けると、僕が眠る予定の、客室を挟む3つの扉の並びが見えてきた。一人になった途端、なんだか一気に眠たくなってきたな。きっと緊張が緩んだ反動だ。ベッドに倒れ込んだらそのまますぐに寝つく自信がある。ホームズさんの使うはずだった部屋を借りるのは心苦しいけど、ありがたく使わせてもらおう。眠気に負けそうになるのをこらえつつ扉を開いた。いや、随分と長く話し込んでいたね、ワト君。なんでや。そしてありえない声を耳にした。洋室の客室に置かれた大きなベッド。そのベッドに腰掛け、彼女は微笑みをたたえていた。いや、ずいぶんと長く話し込んでいたね、ワト君。他の探偵たちと打ち解けたようで安心したよ。スピリット。純能力の高さは幼い頃から変わらないな。サイカちゃん。いや、ありえない。彼女は確かに僕の目の前で死んだはず。血に濡れて、手足を裂かれて、絶望的なまでにの悲惨、斬死を遂げたんだ。まるで死人と出くわしたような顔をして。その通りなんだよ。まあ実際、私は死人なのだから、間違っていないのだが。その認識あるんだ。今めちゃくちゃ非科学的なこと起こってる？こう。これ確実に、死んでますね。愛の重さかな。ベッドに座っていた彼女の体がふわりと宙に浮いた。さらに彼女の体はうっすらと透けていて、背後の壁が見えている。なんだこれ、どういうことだ。眠気なんて一気に吹き飛んでしまった。それなのに自分が夢の中にいるみたいだ。いや、実際にもう僕は夢の中にいるんじゃないだろうか。きっとそうだ。うん、そうに決まってる。ほっぺたをつねってみよう。ダメだ、力がうまく入らなくて痛くない。よし、こうなったら全力で。いった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 く。痛い。夢じゃない。まさか、そんな。どういう状況？おいおい、いきなり自傷行為に走ってどうしたんだ？それほどまでに私が姿を見せない間、寂しかったのか？違うだろ。
頭でも撫でてやりたいところだが、今の私の手では君の体をすり抜けてしまうらしい。ワト君、どうだ？私の手が頭をすり抜けている今、何かを感じる？何してんだお前は。お前はお前で何してんの？いや、その…うむ、その反応、何も感じてはいないらしいの？背後から急に触って驚かすなどのいたずらをできないとは、残念だよ。霊体というのも不便なものだな、ワト君。なんでその状況になってんだ？いや…大丈夫かその悲鳴。ついに我慢できずに悲鳴を上げてしまった。このめっちゃ走ってきた。近くからドスドスと騒がしい 足音が近づいてきたかと思うと、どうしたのだ無能殿。この武装探偵がお主を守りに参ったぞ。武装さんが勢いよく部屋の扉を開けた。友人の姿を見て緊張が緩んで、僕はその場にへたり込んでしまう。あ、もう友人になってるわ、関係値が。武装さん、あれホームズさんか。ホームズ殿がどこにいるというのだ。見えますか？隣にいる。隣に、僕の前に。面白い状況になってきたな。すごい面白い状況になってるよこれ。ホームさんが武装探偵の真ん前に立って手をひらひらと揺らし、揺らしてみせるが反応はない。あー、自分にしか見えてないタイプの例だ。これはどういうことだろう。みんなして僕を騙すつもりなのか。そうなのか。めっちゃ集まってきたよ。これ以上大切な仲間を傷つけられてたまるものか。我が政権の錆となれ、悪しき者よ。魔界は見えたりしないの。続々と探偵たちが集まってきたものの、誰一人ホームズさんの姿に気づく人はいない。僕は次第に自分の置かれた状況を理解してきた。まあそうなるよね。幻覚。幻覚を見ているんだ。幻覚では、先ほどの悲鳴はただの勘違いなのか。面白いことになってるんだよな毎回。隣に立つのやめてもらえるかな。うん、自分でもバカなことだって思うんだけど、僕にはホームズさんの姿が見えているんだよ。武装さんの隣にいるんだけど見えないよね。めっちゃいるんだよな。我の隣に。そっちじゃない、そっちじゃない。我の声が届いているか、ホームズ殿。話したいことが山ほどあるのである。姿を見せてくれ。めっちゃショック受けて心に傷負っちゃった人みたいになるけど大丈夫？ああ、届いているよ。最後までゆっくり話せなくてすまないな、武装君。めっちゃ背後から話しかけてますけど。困ったように苦笑しながら武装さんに謝罪するホームズさん。その様子はどこからどう見ても本人だけど、きっと彼女への罪悪感が生み出した幻覚に違いない。そうに決まっている。自分の生み出した幻覚の成功の高さが恐ろしい。違った、精度の高さが恐ろしい。まさかここまで自分が精神的に追い込まれているなんて。お騒がせしてしまってごめんなさい。まあ無事ならよかったぜ。ただ気はしっかり持てよ。俺も山でよく経験したんだけどよ、精神的に参ってる時は何でもないものが恐ろしく見えちまうもんなんだ。うん、幽霊の正体見たり、カレオバさんってな。カレオバな。ありがとうヤマトさん。でも最後のはきっとカレオバナだと思う。妙霊の女性に怒られそうな間違い方でそわそわする。幽霊よりよっぽど恐ろしい。本当に幻覚なのか、無能探偵。どうなんだろうね。その手のことには魔界詳しそうだけど。はい、多分。なんか感じるタイプの人。魔界さんが、いぶかしむように僕をじろりと睨みつける。どうやら疑われているみたいだ。いきなり叫んで人を集めてしまったくせに幻覚を見たとか言い出すのだから当然の反応だ。自分では怪しすぎる発言だと思うし、気をつけないと。今回みたいなことが続けばすぐに信頼を失ってしまう。何か勘違いしているようだから言っておくが、私は幻覚などではないぞ。バリバリシャシャリ出てきたな。
背後からニュッとホームズさんの顔が飛び出してきた。内心びっくりしつつも表情には出さず自分へと言い聞かせるようにそっとつぶやく。僕の心を読むなんてやっぱり幻覚だ。もう惑わされないぞ。なんか知らないこと質問してさ、正体というか隠し持とうよ。それ全部表情に出ているじゃないか。心など読まずとも簡単に言い当てられる。まあどうやら本当に心を読むことも可能なようだが。できるんだ。疑わしいというなら君がまだ知らないはずの上の部屋の宿泊者も言い当ててみせようか。ああ、それ多分やったら信頼得るんだろうなと。先ほど壁をすり抜けて確認してみたのだが、隣が武装君で上が大和君と美食君ペアの部屋だよ。本人に確かめてみるといい。この部屋からも出れんだ。幻覚に翻弄されているみたいで嫌だけど、確かめるのはただだ。どうせ間違っている。今ここで聞いてすっきりしておこう。あの大和さん、武装さん、二人が宿泊する部屋ってどこですか？唐突だな。ちょうど真上の部屋だけど、それがどうかしたか？我はお主の隣だぞ。もしもうダメだ。恐ろしいものと遭遇したとしても、今回のようにすぐさま駆けつけてみせるから、安心してほしいのである。もうダメだ。そうですか。確信になっちゃった。信用したかな。生前のままのいたずらっぽい笑みで僕に問いかけるホームズさん。表情も声もつい先ほどまで実際に見てきたままで頭が痛くなる。これは幻覚だ。幻覚なんだ。本物のホームズさんなわけじゃない。だって彼女は死んだのだから、僕の目の前で無残に殺されたのだから。大丈夫か？無能の兄さん。顔色が悪すぎて、ナスビみたいだぜ。いや、相当悪いな。ごめん。やっぱり僕、疲れてるみたいだ。もう、おとなしく寝ることにするよ。それがいいのである。大きな事件の後は、疲れが一気に来るものだしな。武装探偵の言う通りだ、無能探偵。今のお前は、心に余裕がなさすぎる。もし耐えきれなくなった時は、私に全てを話すといい。私ならば、お前の不安も少しは取り除けよう。ほう、自信あるじゃん。え、無能くんも無事ですか？なんか増えた。無能先輩の手足、まだ繋がってる？雰囲気で生きてることが分かってるからって、さすがに不謹慎すぎるよ。もう、庶民の分際で私を心配させるなんて許されませんわよ。心配してくれたんだ。続々と集まってきた探偵たちに事情説明と平謝りを続けること数十分。相当でかかったんだな、叫び。なんとか事態を収拾して僕は再び部屋に一人っきりとなった。でも、彼女はまだ目の前にいる。先ほど武装さんと大和さんの部屋を言い当てたこともあって、ますます本物に思えてきた。本当にホームズさんが生きていてくれたなら、サイカちゃんに謝ることができたなら、どれだけ嬉しいことか。どれだけ嬉しいことか。嬉しいことを言ってくれるな。読むな。言ってないんだから。そうやって、また心を読む。やっぱりあなたは幻覚ですね。早合点するんじゃない。私自身もまだ状況を理解しきれていないが、今の君と私は相当に特殊な状態なようだ。本当に特殊だよ。いきなり登場して驚かせてしまったことは謝るよ。ちゃんと一から説明する。一から説明できんだ。そんな僕にホームズさんは何でもないことのように平然と説明を続けていく。結論から言ってしまうと、おそらく私はサイカ・シェリン・フォード・ホームズの残留思念だ。噛み砕いて言うなら、幽霊ということになるかな。ああ、そういや、あったな。その探索というか、推理パートの時に残留思念のどうのって。まああれ、なんか2周目じゃないと取れないものもあるっぽいけど。幽霊？あれかな？そんなもの、本当に存在するんですか？最初の事件に関してはあれかな？老子探偵の残留思念が見えたりするのかな？それはわからない。探偵の経験は豊富な私も、幽霊歴は2時間弱だ。
私にもわからないことばかりだから、質問攻めは勘弁してくれ。ただそれ以外に説明ができないから、残留思念という言葉を使わせてもらったというだけだよ。うん、適当すぎませんか。説明できないから仮説で物事を考えるだなんて。君は探偵小説を愛読しているだろ。ホームズのこんな言葉を知っているかな。ありえないことを全部排除してしまえば、後に残ったものがどんなにありそうもないことであっても真実に他ならない。つまり目の前の現実をもとに可能性を一つ一つ潰していき、最後に残った可能性は事実なんだよ。たとえどんなに非現実に思える可能性であってもね。うん、確かに今のはシャーロック・ホームズシリーズの第2作、4つの署名で一見侵入不可能な現場に困惑するワトソンに対してホームズが呆れ気味に言ったセリフだ。なんでそんな詳しいとこまで覚えてんだこいつ。すげえマニアだな。その後ワトソンは自分の頭から抜け落ちていた可能性、犯人が部屋を介さずに天井裏から外部へと脱出したという事実に思い立った。すげえネタバレしてきた。常識で思いつかないような、推理を次々と披露するホームズらしいセリフだと思う。確かにホームズは一見ありえないような真実も推理していきますけど、それと今の状況に何の関係が？ありえないことはありえないって言葉があるからね。シャーロック・ホームズだって別に何の根拠もなく推理しているわけじゃない。目の前で起きた現実、結果から導き出せる過程について仮説を立てているんだ。このアブダクションとも呼ばれる思考法を私は同じホームズの名を背負う者として実践している。だけど幽霊だなんてそんな。それでも今目の前で起きたことこそが真実なんだよ。真実から目を背けず、まずは受け入れなければ何も話は前に進まない。私も幽霊や霊魂などは信じない口だったのだが、今の自分の状況を考える限り、自分が残留思念あるいは霊の類だと仮定しなければ説明できないからな。まあ確かに。少しは私の飛躍した推理について納得してもらえたかな。本当に厳格でなければそうだね。反論できない。ホームズさんを納得させられるような可能性を提示できない。確かにもし僕の幻覚でないとするならば、今の状況はホームズさんが口にした可能性以外に説明がつかないだろう。まずは受け入れるしかないのか。ホームズさんの霊が目の前に現れたというこの現実を。真面目だな、ワト君は。また心読んだ。頭を抱え込んだ僕の様子を見てホームズさんが声を出して笑った。まあいきなり死んだはずの女が出てきたら驚いて当然だ。ただ一つ言わせてもらうと、君の目には冷静に見えているだろうが、こう見えて私だって今の状況には少しばかり困惑しているんだぞ。そうなんですか。まあ普通困惑するよな。はためには生前にも増して生き生きしているように見える。だからこそ彼女の言葉が疑わしく思えるわけで、疑わしく、いぶかしく。ふと気づけば私はワト君の頭上でふわふわと浮いていたな。上にいたんだ。地に足はつかず、何にも触れられず、誰も自分に気づく様子がない。その上鎖で結びつけられたみたいにワト君の周囲から離れることができない。こういうのってなんだっけ、思いが強いと自爆霊的な感じか。対象が無能なだけで。そんな状態に陥って冷静でいられると思うか。あれかな、一定以上離れたら勝手に引っ張られる感じでついていく感じになるのかな。絶対にいられません。きっと僕なら手当たり次第みんなに声をかけて、一人混乱するばかりで何も考えられずにいたと思います。私もついワト君に声をかけてしまったよ。その時わずかに反応があったから、さっきのやつか。君なら姿が見えるかもしれないと思ったな。だから君が一人になるのをこそこそと待ち続けていたというわけさ。
そういえばエントランスで話している時に声を聞いたような気がしたけど、本人だったんですね。驚かせてすまない。さすがの私も相当にテンパっていたのよ。そしてみんなが話していた断片的な情報を整理していくにつれて、現実を理解することができたんだ。自分が例の黒いメカに殺され、肉体を失い意識だけの状態になったという現実をな。面白い話になってきたな。思わず息を飲んだ。ホームズさんは僕に現実を受け入れるよう命じるだけじゃない、自分自身も死という受け入れがたい現実を受け入れている。僕と年も変わらないというのに、改めて人間としての差を痛感した。悲しくないんですか？え？悲しいって何がだ？だって死んじゃったんですよ。もう生き返れないんですよ。それに死んだ原因は、投稿した僕らが不甲斐なかったせいなのに。顔を上げてくれ。そんなこと思ってんのかな。ホームズさんが僕にそっと歩み寄る。それまで頑張って、こわばっていた表情を和らげて言葉を続ける。まあ、何が起きているかはともかく、今は再会を喜ぼう。私は君の幻覚ではないし、こうして会話もできている。私たちの絆は、死をもってしても分かつことはできなかったということだ。これほど嬉しいことが他にあるか？そう穏やかな声色で語るホームズさん、その声は確かに先ほどまで聞いていた彼女の声そのままで、何これ、霊里さんの中に無邪気さも伺えるその表情に、これまで何度となく夢に見てきたサイカちゃんの面影が重なった。本当にホームズさんなんですね。だから何度もそう言っているじゃないか。私は正真正銘君の友人、サイカ・シェリンフォード・ホームズ本人だよ。今更ながらホームズさんの言葉が胸を打つ。死んだと思っていた伝えたい言葉がたくさんあった。もう二度と会えないものと思っていた。そんな相手が目の前で笑っている。それだけで十分だ。お帰りなさいホームズさん。ただいま、ワト君。幽霊でも残留なんちゃらでも何だっていい、ホームズさんが帰ってきてくれたんだ。今はとにかく喜ぼう。大切な人とまた会えたというその事実を。あれ。おっと、気が抜けて眠たくなってきたのか？寝てる間何すんだろうな、この人。私が君と結びついている理由についても語ろうと思ったのだが、明日にした方が良さそうだな。ただ、眠るなら電気を消してベッドを移動してくれよ。何でもすり抜けてしまう私では、君をベッドに運ぶことはおろか、照明を切ることもできないからな。不便だな、それ。はい。便利だけど不便だね。そうします。照明のスイッチをオフにすると部屋が真っ暗となった。ますます眠気が押し寄せる。もう限界だ。ベッドへ倒れ込むと同時にストンとまぶたが降りた。意識も遠のいていく。遠くで声が聞こえる気がする。ここから君の運命はもっと過酷になるだろう。頑張れよ、ワト君。なんか知ってるっぽい。どこかで誰かが何かを話している。どここれ。ほこりっぽい暗がりの空間に男性の怒号が響いていく。何度この実験を続けるつもりだよ。ずっと正義を信じてあんたについてきたが、もう限界だ。この組織は腐りきっていながれ、何より最大の海はあんただ。土星が壁に反響しビリビリと震える。本気で怒っているのがこちらまで伝わってくる。彼は何に怒っているんだろう。ワト君、こっちだよ。あ、昔の話か。やっぱ後ろから手を引かれて振り返った。どうやら幼い女の子が手を引いてくれているようだけど、真っ暗で顔は見えない。
ただその体温には覚えがある。体温で覚えてんの気持ち悪い。僕はこの子のことを知っている。どうしたの？気づかれる前に早く行こう。ごめん、聞こえてくる声が気になって。気持ちはわかるけど逃げること優先だよ。ほら急いで。女の子が僕の手を引いて走り出す。もっと声を聞いていたい。声が聞こえる方に視線を向けたまま僕は進んでいく。俺の目の前で何人死んだかわかるか？この手で何人殺したか知ってるか？毎晩ガキどもに夢枕に立たれるんだよ。助けて、助けてってな。ああ、まあやっぱなんか探偵作る実験してんのかな。俺にはもう耐えられねえ。これ以上ガキを追い込めてんならあんたが自分でやれよ。探偵作る実験なのか、能力の開花をさせる実験なのか。あんたは、いや、どいつもこいつもイカれてやがる。あんたもこの組織も探偵どもも全員な。見覚えのある廊下、この暗い通路へと入り、声が聞こえなくなる。冷たい空気が足元を吹き抜け、ブロリと全身が震えた。寒い。足が前に進まなくなる。いや、全身が前に進むことを拒否しているのか？え、いつまで？ひどい頭痛に襲われ、その場に膝をついた。自分の身に何が起こっているのかまるでわからない。でも不思議とこれだけは確信できる。この先に何か恐ろしいものが待ち受けていると。マト君、大丈夫？で、トラウマの話に続くわけ。暗がりの中、女の子が僕に尋ねかけた。顔はやはり見えない。手に伝わる体温だけが女の子が目の前にいることを証明してくれる。大丈夫、きっと私たち家に帰るよ。なんでそこ飛ぶの？帰ったら二人で何すんの？電波の悪いラジオみたいに声が途切れ途切れとなった。女の子の体温が手の中から消えていく。待って。女の子を追うように慌てて通路の奥へと駆け出した。何も見えない通路に響く慌ただしい僕の足音。先ほどまで聞こえていた声はもう何も聞こえない。まるで世界に自分一人取り残されたような占領感に襲われたまらず叫んでしまう。赤涼感だった。行かないで。僕を一人にしないで。走り続けると視界の先に光が見えてきた。その光に向かって全力でかける。眩しい。すごい眩しい。するとその先には、なんで？見慣れたエントランスホールが広がっていた。ここってこれはどっちの無能ですか？過去ですか？現在ですか？先ほどまで走っていたあの通路は？一緒にいた女の子はどこに？なんで洋館にいる？僕はいつの間にか洋館へたどり着いたって言うんだ？頭の奥が焼けるみたいに痛い。何か恐ろしいことが起きている気がする。安心しろ、バト君。君は正常だ。ホームズさんが2階から階段を降りてきた。ようやく見知った人物と出会えてほっとする。え？ホームズさん。どうなってんの？僕は一体。まあ落ち着け。深呼吸でもして、自分の記憶をゆっくりと辿ってみるといい。夢に入ってきてんのかな？ホームズさんに言われるがまま深呼吸し、自分の記憶を辿っていく。そうだ、僕は確か実質でホームズさんの霊と遭遇して、ひとしきり会話をした後眠くなって。なんだ、夢の中か。まあ、そうに決まってるよね。半分正解で、半分不正解だ。ほ？というと？ホームズさんにデコピンされ、思わず悲鳴を上げた。痛いってあれ？どうして夢の中なのに痛みが？私の思念は君と深く結びついているようでな。ほう。心を読むに始まり、こうして同じ夢を見ることも可能だし、夢の中なら君の意識に干渉することも可能なんだ。何したんだ？意識に干渉？と
トラウマ取り除こうとしてんのかな。噛み砕いて言えば、触れたり痛みを与えたりすることもできるというわけだよ。お望みとあらば、その分からず屋の頭にもう一発お見舞いしてみせようか。なんでもう一回やろうとしてんの。わかりました、わかりました、すっごくわかりました。夢の中でならお話できるってことですね。そう書いてお話って読むの初めて見たな。イグザクトリー。賢い頭にはデコピンではなくなでなでをしてあげよう。そう言ってホームズさんが僕の頭をなでていく。その優しい手つきは確かに生前に感じたホームズさんを思い起こさせて、こんなにも非現実的な出来事なのにたやすく真実だと信じてしまう自分を少し情けなく思った。さてワト君、重要なのはここからだ。君は今見ているこの光景をどう思う？どう思うって。僕の知る限りの、知る通りの洋館のエントランスホールそのままだ。夢の中とは思えない再現度の高さに自分の夢ながら感心してしまう。特に何も思いませんけど、何かあるんですか？夢の延長なのか現在の混ざり合ったものなのか。やはりまだ見えていないか。なんか見えんの？ホームズさんが僕の手を引き玄関の扉へと向かって歩き出す。ワト君、私と思念が結びついたということは君の脳にも強い変化が生じたということだ。ほう、うん、具体的に言えば、生前の私が扱えた特殊な能力を君も使いこなせるということに他ならない。そんなんあった？そんなんあったの？特殊な能力？何ですかそれ。さっきから頭痛がするばかりで体には特に変化も見られませんけど。それはどうかな。足元に何かを感じないかい？何？足元？言われてみると足に何かが触れる感触がすることに気づいて視線を下げてみた。すると何？僕の足に触れていたものの正体、それは、陶器人形みたいに硬くなった渋谷探偵の腕であった。その手は真っ赤な液体でべっとりと濡れていて、触れていた箇所に赤い手形がついている。プーンと鼻をつく鉄臭い匂いは胃の中の内容物が逆流しかける。夢の中だと胃の中が空っぽなのか何とか吐かずに済んだ。予知夢か？渋谷探偵だけじゃない。僕の知る探偵たちがまるでフィギュアの棚でもひっくり返したみたいに床で折り重なっている。ヒゲくんが床に突っ伏したまま動かない。ヤマトさんがこちらへと手を伸ばした状態で泡を吹き、白目を向いて固まっている。ヒゲくん、みんな！慌てて駆け寄ってヒゲくんの脈を確認してみるものの脈が感じられない。僕以外の声は聞こえず、呼吸音もない。誰一人として命が感じられない。わかるけどね、みんなの足元とかで。何この状況。あんなに無邪気に笑っていた渋谷さんの顔が今は血の涙を流したまま苦悶に歪んだ表情で固まっている。毒？研究棟のような感じかな。昨夜の賑やかな記憶が脳裏によぎって涙が溢れてきた。許せない。誰がこんな残酷なことをしたっていうんだ。君にも見えたみたいだな、悲劇の結末が。予知夢かな。立ち尽くしていた僕にホームズさんが歩み寄る。その顔を見てやっと僕は冷静さを取り戻すことができた。焦ったりしてバカだな僕は。ホームズさん、これは夢なんですよね。僕よりずっと優秀なみんなが皆殺しに遭うなんて、そんな。繰り返しになるが、半分正解で半分不正解だ。やっぱ予知夢か。これは夢。あ、飛んだ。飛んだぞ。はっきりと教えてください。飛んだ。今戻った。ちょっと待ってよ、バックログ。あ、戻った。もしかして。あ、戻ったな俺。どういう意味。なんか今変な挙動した。ホームズさんの
顔がこれまでで最も冷たい笑みに変わる。なんか変な感じだよ。なんか今変な感じになったよな。なんか押した俺。なんか押したのか。そしてゾッとするような冷たい声が僕の問いかけに答えた。これはこの先で起こりうる未来の悲劇。君は悲劇を予知する能力を手に入れたんだよ。やっぱ予知夢か。まあというわけで2日目が始まったので今回はここまでにしとこうかな。ちょうどまあ無能が起きてキリがいいしね。まあなんかいろいろ起こりすぎて面白い状況になっちゃってるけど、まあこの後からまた楽しみだね。というわけで今回はここまで。それではまた次回、バイバーイ。